はい、ゼミのタリア先生のアイデアなんですね。リノさんってちょっと可愛くなったと思うんですけど、どう思いますか？そうですね、全体的にやはりキュートになりました。キュートさが増しましたね。ヨンヤン先生の作品については、最初大学生という視点からどういうふうに感じましたか？想像するというのが難しいんですけど、それを形に落とせるというのがもっとすごいと思います。想像することも難しいけれど、それをさらに形に残すというのはもっと大変。それをやったテオヤン生はすごいと、そういうことですね。大学生らしい感覚の感想が聞きましたね。実は芸術文化短期大学の皆さん、もう一つ作品を他の学科の方が作ってくれてるんですよね。はい、そうです。ではその作品をちょっと紹介してみたいなと思います。はい、では右のレバーを前にガタン、はい、これで曲がるので、はい、そうです。じゃあ両方倒してください。作ってくれた学科の皆さんは